カルシウム取ってます。カルシウムを取っております。どうもこんにちは。そうだ、こんにちはの前に、そう、俺ちょっといつもそうこうやって動画を撮るのはいいんだけど、動画を撮ってはいけないんだけど、俺名前がねえなと思って、なんだろう、いやもちろん本名はあるけど、なんかそのあるじゃないですか、その YouTube ネーム的な、俺ねえなと思って、いつもなんかどう始めていいか分かんない、どうもどうもこんにちは、どうこれ今日はみたいな、なんかねキャッチーなフレーズが、キャッチーなフレーズ、キャッチフレーズ、キャッチフレーズがあったような気がするんで、名前をどうしようかと思った時になんかないかなと思って、考えるのも難しいんで、普段使われてるのを使うと思って、でなんて呼ばれてるかって考えた時に、まあ変わってくるじゃないですか、その小学校から始まって中高大学っていう風に行くけど、呼ばれ方って変わるじゃないですか。やっぱ一番最近の親し、最近よく呼ばれてるので、で名字が町田なんで、マッチーでいきたいと思います。なんかね恥ずかしいですよね、自分でそういうこと言うのなんだこれということで、マッチーです。ということで本題行きたいと思います。皆さん MacBook 使ってますか？俺この MacBook 今ここにあるんですけど、これに変えてからマジで外に持ち出すようになっちゃって、とりあえず持ってこうっていう感じで、軽いしね、軽いし長く使えるし、でも外に持っていくときにちょっと目がかゆい、ケースが必要じゃないですか。でケースって言っても保護ケース、 iPhone ケースみたいなこういう保護ケースじゃなくて、パソコンを持ち運ぶときに使うケース、やっぱ Mac はこの裸のまま使うのが一番かっこいいから、まあ、クリアハードケースみたいなの使えばいいんだけど、で今回その持ち運ぶ用に買ったケースがあるんです。おしゃれなね、おしゃれなちょっとケースを買いました。それがこれです。このね封筒型の MacBook Air ケース、かっこいいっしょ、かっこいい、これここにさ刻印が入ってて、それで見えるかな、 MacBook Air って、ちょっとねこれ見にくいんですけど、この色が全部一緒だから、文字のところはね若干彫られてる感じがあるんだけど、ちょっと見にくいかな、明るいところでよくわかるけど、でこれをさ、この紐がついててさ、ここにこれ紐だけど、これ飾りを取って、こうやって取ってね、でここバリッとマジックテープなっているわけで、でここに入るという感じでございます。でもねこれそうかっこいいんだけど、薄い、マック入れても守られてる感はねゼロに等しい。そういった面で持ち運ぶ時の不安はあるけど、いいっすよねこれ、おしゃれじゃないですか、かっこいい、しかも安いんですよこれ。これね Amazon でね確か買った時は1200円、今はいくらか分かんないけど、忘れなかったら下にリンク貼っときますね、ぜひ。 MacBook、 あこれね、そうプロもあった、色も何種、プロ用のこの刻印がプロって書いてあるのもあってね、色もね何種類があったかな、はい。というわけで今回は MacBook Air のケースの紹介でした。バイ。